ション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私は東京駅新幹線ホームにおります。10時32分発白鷹559号金沢行きに乗車いたします。高崎到着でございます。はい、おなじみの山田電機側に出ました。前回来た時にはまだなかったですね。ペデストリアンデッキ方面へ向かいます。本日ご紹介する物件は反対側です。西側になりますのでこちらとは逆なんですけども、こちら側でも将来的にマンションになる予定の土地がありますのでそちらを見に行きます。今山田電機のところからですねデッキ歩いてきまして、こちらですよ、高崎芸術劇場と G メッセ群馬方面へ続くペデストリアンデッキ、これ前なかったですからね、私も初めてでございます。奥に見えますのが新しくできました高崎芸術劇場、そして手前がですねビーク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 カメラなんですが、まあまあこれはもうおなじみでございますね。東京とか毎都3県とかのビックカメラを見ちゃうと驚きな、規模感ではございますが、こちらが開発予定地区となっております。こちらの開発エリアは高崎駅東口栄町地区第1種市街地再開発事業となります。ビッグカメラとですねその裏手側ですね、高崎市の中央体育館の跡地ですね、こちら一帯に店舗とホテル、そしてオフィス、住宅がですね開発される予定でございます。で完成予想図イメージ図見る限りは住宅とは別棟です。ただ、オフィスや店舗の部分ですね、こちらのデッキとつなぐはずでございます。なのでマンションねもうペデストリアンデッキ直結になる可能性は十分あるのではないかなと思います。オフィス棟の横を通るなり通り抜けるなりで、住宅棟もくっつけてくるのではないかなというふうに、予想しております。そうすると強いですよね、ペデストリアンデッキで駅直結と歌えた方が売りやすいですしね。この高速バス乗り場のところもおそらく一体整備じゃないかなと思います。でこちらの開発の代表者が野村不動産です。なのでプラウドタワー高崎になるのではないかなと思います。宇都宮の東口の駅前のプラウドになるであろうところは背がそんな高くないのでプラウドタワー名乗らないかもしれないんですけど、こちらの高崎の方のイメージ図見る限りそこそこ背高いのでおそらくプラウドタワーじゃないかなと思います。高崎芸術劇場へはですねこういった形でつながっております。さっきちょうどくぼんだところがあったのでそこでつなげる計画なのかなと思います。今高崎芸術劇場の下道来ておりますが、こういった形で下道もしっかり整備してくれてるのでおそらくビッグカメラのところもですね整備されると
こういった道がそのまま続くのではないかなと思います。今でも十分広いんですけども、それがさらにですね広くなるはずです。芸術劇場から600メートルぐらいですかね、離れたところに G メッセ群馬が開業済みです。おそらくこちらのくぼんでる部分からですね直結させるはずです。いや楽しみですね。まあ店舗にはもちろんこのビッグカメラもですね入るんでしょうね。ヤマダ電機はめっちゃ綺麗になっちゃいましたからね、そちらに対抗する形になるはずです。くぼんでるところかいくつかありますが、将来的には開発合わせてどんどんこうつなげていきたい感じなんですかね。東口で駅に直結している高崎タワー21です。向かって左側のですね扉部分がマンションへの入り口です。ヤマダ電機のところから続いています。新築時の坪単価が約195万円、現在は坪単価160万円ほどで動いております。1998年築ですから22年経ってますね。ヤマダ電機の横の道を歩いてきまして、こちらです。いや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 、記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。私が発狂レベル強く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 おすすめしたマンションでございます。ブリリアタワー高崎アルファレジデンシアです。こちらは2020年今年竣工入居開始されたばかりですが、新築時よりも3割以上高い価格でですね動いております。いやー、一都三県からですね、買いに走った方も多いのではないでしょうか。これはお宝物件でございましたね。もう当たった方は本当におめでとうございますという形でございます。安すぎました。ちょっとまあまあ以上でございました。場面変わりまして、西口側にやってまいりました。以前来た時にはですねまだなかったイオンスタイルが1階に入っております。朝7時から夜23時までですね営業しております。本日ご紹介する物件はですね、西口から徒歩6分のため、こちらイオンスタイルで買い物して帰るっていう素晴らしきルーティンがですね、実現できます。無駄がないですね。腹が減ってはなんとやらということで、オーパのですね、レストランフロアに来ております。本日はこちら、唐揚げセンターで食べたいと思います。はい、唐揚げセンター入りました。お昼時なので、それなりに人が入っております。そして私は唐揚げ定食のこちら800円の普通サイズを頼みました。はい、ドーン到着しました。それではいただきます。いやー、うまうまのうまうまでございました。うんめーにゃでした。いや、めっちゃ美味しいですね。あの唐揚げ普通サイズの定食でもそこそこ量ありましたね。いやー、本当に美味しくいただきました。ということで、まずは前編としてこちらで締めさせていただきたいと思います。いつも貴重なお時間本当にありがとうございます。後編そして記事の公開もですね、ぜひお楽しみにいただければ幸いでございます。それでは一旦失礼いたします。